原子炉の図、軽水圧力、原子力発電所の図が書いてありますが、これ緊急した停止した時の冷却装置が壊れたら、例えば隕石が当たったとかそういうことであっても今回と同じ事態が起こるんですよ。で、燃焼効率がある程度のところで、燃料棒を切り替えて、でそれでも放射能を出し続けるということが原子力発電の持っている宿命です。この発電効率、エネルギー効率を 100% に近づけて、廃棄物から放射能を出さない研究に世界が挑むべきだと思いました。